なんかな、テレビ見とってな、サダオっていう人のドキュメンタリーやってんけど、そのサダオさんがなんかつぶっとものを言うねんけど、まあ一言なんか周りのスタッフがどうのこうのってること言うんだけど、ビッグさんそれをなんか聞き間違えたんやろと思うんだけど、ほんま30秒後ぐらい、その佐藤さんのその発言の30秒後ぐらいに、マイルドスタッフってなんやねんとか、マイルドスタッフやねんな。ビッグさんってすごいやなと思った。すごいやなと思ったな。あいつ調べて、あいつは調べて、マイルドスタッフって何や。あの日結構生まれたやから、スラング生まれたな、うん、スポンジトム、ノストラナモス、ウサマ・ボンバディ。ウサマ・ボンバディ結構優秀しとったよな。ウサマ・ボンバディでマイルドスタッフ。マイルドスタッフ。